こんにちは、インディゴライフアイです。今回はトヨタルーミースライドドアタイプのスマートキーの電池交換をしていきたいと思います。お店に持って行って電池交換となると交換費用2000円くらいかかるところを、100均にある100円のボタン電池で費用を抑えてディーラーに行く手間も省きます。簡単ですのでぜひ参考にしてみてください。1回目は簡単解説、2回目は鍵がバラバラになってしまった方へ初めから組み上げる丁寧な解説があります。またスマートキーの電池残量が少なくなってエンジンがかからなくなった時の応急対処法を紹介していますので、よかったら最後までゆっくり見ていってください。それでは始めます。用意するものなんですが、 CR2032 のボタン電池1つと小さいマイナスドライバーが先の細いものです。他に右のものはなくてもできますが、あれば便利なものはメガネクロスなどの薄い布です。ここで余談なんですが、ダイソーブランドの電池は3個入りで100円のものがありました。コスパ良すぎて店内で一人でびっくりしました。話は戻って、鍵を裏側にひっくり返します。ひっくり返すとキー裏側のロックを外しながら内蔵されているメカニカルキーを引き抜きます。鍵の上部に隙間がありますので、この隙間にメカニカルキーを差し込み、ひねってカバーを取り外します。この時カバーが傷つくのが気になる方は鍵に薄い布を巻いてください。私的にはメガネを拭く時のクロスやガーゼがおすすめです。この作業の注意点ですが、故障の原因になりますので、内部回路、電子端子などにはできるだけ触らないようにしてください。開けたら表のロゴや解除ボタンが外れますので、裏にしたまま開くことをおすすめします。開ければすぐにボタン電池が見えますので交換していきます。交換作業がしやすいようここで上下ひっくり返します。電池を取り出す際、4つ爪がついているので、この少し空いた空間から指を引っ掛けて取り出します。指で引っ掛けて取り出しにくい方は、小さなマイナスドライバーか先の細いものを使って取り出してみてください。消耗した電池を取り外し、新しい電池をはめ込みます。使用電池はボタン電池の CR2032 です。新しい電池は平らな方のプラス極を上にして取り付けてください。ここでカバーをつける前の確認です。今からつける鍵のカバーですが、今下になっている表側はロゴが下、今上になっている裏側のロックは上です。今一度ご確認ください。カバーの先端を組み合わせて上下カバーを組み付けますが、カバーが浮いてないか確実に取り付けたことを確認してください。最後に内側にメカニカルキーを挿入し、電池交換後は鍵が正常に作動するか確認して終わりです。今度は鍵がバラバラになってしまった方のために一から組んでみます。表カバーを下向きにして裏からロゴをはめていきます。この時上からすくう感じではめていきます。スライドドア部分のピースは開閉矢印が外側に来るようはめてください。この際も同じく外側から内側にすくう感じではめ込みます。このピースを入れる際、間違えて左右逆ならきちんとはまらないようになっています。今一度ご確認ください。次にシリコンカバーを重ねていきます。この際はカバーの凹凸があって丸が一つずつある方を上にします。シリコンカバーの右上にも分かりやすいよう上矢印の印字があります。重ねましたら電池側が見えて、電池がやや下側に来る方の位置で重ねます。あとは外側のカバーの取り付けですが、ロックが下側に来るよう重ねて、カバーが浮いてないか確実に取り付けたことを確認してください。最後に内側にメカニカルキーを挿入し、電池交換後は鍵が正常に作動するか確認して終わりです。またこのスマートキーの電池残量が少なくなってエンジンがかからなくなった時の応急対処法があります。ブレーキを踏んでスマートキーをエンジン開始ボタンに近づけながらエンジンを始動させるという方法です。これは鍵から出ている弱くなった電波を車が拾いやすくしてエンジンをかけてあげる方法になります。こちらも合わせて覚えておくといざという時には役立ちます。よかったら参考にしてみてください。余談ですが、家にはルーミーの他にトヨタライズ、メルセデスベンツ、BMW がありますので、今回は4部作で電池交換していこうと思います。その他の車種も気になる方はチャンネル登録してぜひチェックしてみてください。この動画が少しでも良かったな、参考になったなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、Twitter フォローで応援お願いいたします。最後までご視聴本当にありがとうございました。バイバイ。